コンサートを開いたのは近藤るい君と蓮君の兄弟で、施設の利用者や近隣の住民などが集まりました。小学6年生の兄のるい君は国内はもとより海外のコンクールで1位に輝くなど上位入賞を重ねていて、演奏家として活動しています。また弟の蓮君、小学4年生も国内のコンクールで数々の受賞歴があり、兄とともに医療機関や幼稚園などでのボランティア活動にも力を入れています。今日は無伴奏での演奏会で、2人はクラシックの名曲を中心に堂々としたソロ演奏のほか、息の合った合奏を披露していました。